はい、では第2部を始めていきたいと思います。第2部のゲスト、こちら、芸大の鉄工室に、来ていただいているのは、まずはアートディレクターの北川フラムさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、フラムさんと芸大でお会いするのがなんとなくこう不思議な感じで、いつもは現場というか、瀬戸内とか、ね、大地の芸祭ではお会いしてるんですけども、フランスも芸大の卒業生ということで、はい、ここの石膏室どうですか、久しぶりとかそんな感じ。いや、とにかくここでやるとは思ってなかったんで、もうちょっと興奮してるというか、はい、ちょっとすごいですね。はい、もうなんか囲まれて、はいはい、でもね、フラムさんが学生の時もこうここは、ね、ありました。ありましたよね。はい、でもまんまそのまんまですよね。ちょっとよく覚えてないですけど、はいはい、でもそんな芸大の一角で、はいはい、先輩のフラムさんをお迎えして、そしてあともう二方ゲストを、今日2部の方でお呼びしております。気仙沼の、リアスアーク美術館副館長の、山内博康さんと、そして美術評論家の沢良木ノイさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、山内さん、はい、聞こえてますか。ちょっと音声中、はい、聞こえてます。はい、沢良木さん聞こえてますか。はい、聞こえてます。はい、よろしくお願いいたします。はい、山内さんは今日は、はい、美術館、リアスアーク美術館からですか。あ、そうですね、はいはいはい、今日もじゃあいろいろ美術館のお話後でいろいろ聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、そして沢良木さんは展覧会のキュレーションの準備真っ最中かと思いますけども、はい、はい、よろしくお願いいたします。背景がちょっとこう湖のような背景になってるんですけど、はい、なんかちょっとリゾート気分な感じで、佐渡のね、鴨湖っていう湖に見てるんですね。佐渡の写真。そうなんですよ。なかなかリモートでこう家にこもることが多いんでね、ちょっと遠くを見たいって気持ちがあって、背景ぐらいそうしたいなと思ってちょっと準備しました。はいはい、2部はこの4人でですね、キュレトリアルの新たな空間、令和災害アートというキーワードで話していきたいと思うんですけども、フラムさんは今日のメンバー、山内さん、沢良木さんは、お会いしたことはある。いや、沢良木さんは、いろいろなことでお世話になってます。山内さんはもう知ってるし、リアスアークはできた頃から応援しているので、うん、でもちゃんとお話するのは初めてですよね。そうですね、実はだいぶ前に気仙沼に来ていただいた時に、はいはい、一度ご挨拶だけしてるんですけど、そうですね、そのぐらいですね。はい、そのぐらいですね。はい、僕も一度気仙沼リアスアークお伺いした時に、お久しぶりです、はい、ご案内していただきまして、うん、はい、あれね、もう2、3年前ぐらいなんですかね。そうですね、はい、2年前ですかね。はい、はい、沢良木さんは山内さんとは初めて今日、うん、山内さんこの間リモートで暮らしてるね。はい、やっぱこういうリモートのちょっと会議っていうかありまして、あ、別なオンラインの、はい、あれ何ヶ月か前でしたかね、一月前ぐらい、割と最近ですよね。はい。それでこれ、お目にかかってるって言えるかわかんないですけども、お話を少しさせていただいたので、割とお久しぶり感は意外とないかなと思ってます。その時は何の会議だったんですか？あれは、何でしたっけ、山内さん。ですね、社会教育系の、研究会、勉強会の方で、今日とちょっと内容的には被る部分もあるんですが、いわゆるコロナ禍でその博物館等が、社会教育施設ですよね。どういう活動を、しているのか、あるいはどういう活動をしていくべきかみたいな。そっち系の人たちの研究会みたいなところでちょっと、ゲストという形で、で、沢良木さんにちょっとお声掛けをしたら、観客として参加していただいたんですが、なんかいろんなことをやらされましたね。観客で、観客として参加したつもりだったんですけど、いろいろ
発言もさせていただいて、はい、無駄な発言もあって、はい、良い機会でした。はい。ね、あの、まあ、あの気仙沼のリアスアーク美術館も、まあね、東日本大震災の、あと、まあ、いろいろ、まあ、あのまたそのキーワードで、まあ、そういうシンポジウム、山内さんが出られたり、佐々木さんは今度あの京都でやられる展覧会の、まあ、本当キーワードとしてね、災害とかっていうものもありますし、今日はその辺の資料とかもうちょっと後でみんなで見ながらちょっと話を進めたいと思います。よろしくお願いします。はい。そしてフラムさん、はい、あのやっぱりこのコロナで、はい、例えば今日もこうオンラインですし、はい、我々2人の間にはこうアクリルボードがあったりとかして、はい、接触あんまりしないようにとかねっていうマスクしてっていうことで、いわゆるこうあの第一の芸術祭とかそれと国際芸術祭とか、まあ、人と触れ合うとか交流するとかあのっていうものがなかなかできないしにくいあの状況にはなってますけど、はい、まずフラムさんのこのコロナ禍での災害も含めて、はいはい、どんな状況でしょうか。はいはい、まずあの今年、やる予定だった千葉県市原の房総の展芸術祭が来年にちょうど1年延びて延期、うん、で今年6月やる予定だった、長野の大町の、北アルプスが来年の8月に1年2ヶ月ずれて延期、それで、石川県の珠洲市でやる奥能登がちょうど1年延期で来年になりました。で、この3つは、なんとかちゃんとやりたいと思って、パンデミックになる時に、そのそれぞれの行政とお話をしてちゃんと1年後にやろうというふうなことで、ちゃんとしてやることになっていましたが、いますが、市原はもうほとんどアーティストも来て作品の半分ぐらい出来上がった状態でストップです。で、大町のもう奥野ともアーティストはほとんど来られていて延期になってるんでまだやれるんですね。の現場では、まあ、今日時点ですけれどもリモートでも行けるだろうし、まあ、みんな現場見てるからいいんですが、来年の、第一の芸術祭は7月なので、うん、これは今のところ相当厳しいので、勢い、今まで見てる人たち来られてる人たちがどうしても中止にならざるを得ないし、外国が減りますね。あの今年やる予定だった3つは外国のアーティストはかなり来られていて、それで、今年の芸術去年の瀬戸内から、僕5つ関わっているので3年間で、これでいろんな外国の人たちが100カ国近く関わる予定がかなり減ったというふうなことがあります。それで、まあ、あのこれに関して申し上げると、まあうちの周りあるいは事務所の人もそうだけれども、やっぱり家庭にお年寄りがいるとか一人で住んでる人っていうのはやっぱりこうマスコミというか、あのテレビのいろいろなお話に非常に影響を受けていて、相当パニックになっているし、やっぱりコミュニケーションが取りにくくなっているというふうなことがありますし、それがあの東京ですらそうですから、あの地方に行くと一集落にやっぱり一人とか何人かはやっぱりそう思ってる人がいて、だからそういう人が集落におられるといい悪いじゃ全然なくて、やっぱり芸祭はやりにくいですね。でこういう問題がある。それで、まあこのまあ今回このコロナ禍ではあの本当に生涯初めて真面目に勉強しました。つまり政府発表とかマスコミはもっとそうだけど、言ってることが全く二次情報、うん、三次情報で、うん、をもっともらしく言うわけですから、
つまり、まあ、今世の中のこのネット社会だとイエスこのぐらいで、うん、ノーこのぐらいでも、じゃあどうだっていうと、うん、イエスってなったり、うん、ノーになったりして、うん、もうなんていうかな、大量にこう意見が変わっていくっていう状態が、うん、まあ、非常に危険だと思いますが、そういうふうに起きている中で、やっぱりそのそういうんじゃなくて、やっぱりそれなりに身近な人とか、うん、チームとか、まあ、芸術祭の場所もあるから、やっぱりそれなりに展望を持ってきちっと考えないといけないっていうことで、うん、生まれて初めて真面目で勉強して、38億年前の生命の誕生から勉強しましたね。正しい情報を得るためにそう、はい、それでそういうふうな感じで、はい、かなりよく、まあ、分かって、美術でこうなってるとか、沢木さんがやれてることとかも腑に落ちたりするようなこともあって、うん、そういう意味では美術っていうのがやっぱりすごくまた逆に大切だなと思ったりしてる、そういうのが続いてますね。そうですね、はい、はい、で、あの北川フラムさん の、 あのディレクションされている芸術祭、はい、あのいくつかあるので、はい、ちょっと きっと今日あのこのオンライン見てる方の中でもまだあの行ったことないとか、はい、あまりよくわからないって方もいると思います、はい、改めましてちょっと今日たくさん資料持ってきていただいたんですけども、はいはい、じゃあさっとやりますね、はい、よろしくお願いします。それで、今日日比野さんとお会いするというので、うん、もう日比野さん一本でまずはやってますね。でまずはこれは本来、はい、今年やる予定も含めた3年での芸術祭です、はい、4箇所5箇所ですね、5箇所ですね、はい、はい、でこれは日比野さんがずっとやってくださっている阿佐美平という十日町の外れの集落で朝顔をやったり、あの朝って新聞社ってやったり、事業部も、ね、はい、ちゃんとニュースもやってると、やってます、はい、新聞も今度はあの、来月で200号新聞が、はいはい、出ます、はい、それで次です。でそういう中で、演劇祭もやってると、はい、演劇祭、阿佐美平演劇祭やってます、はいはい、それで次ですが、はい、で去年は、あ、前回は市街地ちょっとやろうと、はい、やっぱりこれは今、はい、あの北条記と同じような時代であるから、うん、だから前もう越後つまりではこのパンデミックではものすごいよく現れてきたものの、割ともこう先駆的にというか、うん、そういう問題があるぞというふうなことをやってきてあるわけですね、うん、はい、こういうことを日比野さんがやってくれてる、はい。で次が、再来年行われる瀬戸内ですが、はい、でこれはアジアと非常に深く関わってやろうとしていてやってますが、今のところ普通にやるつもりですが、ここで、はい、種は船プロジェクト、はい、これ淡島っていうところでね、はいはい、やらせてもらってます、本当、はい、今日はあれですね、私の出品作品をこう選んで持ってきていただいてる、はい、フラムさんね、それもう解説を趣味の方でやってもらえるんでいいんですね、はい、次です、はい、はい、これは海底探査船美術館おととい丸というね、海の底にあるものを船の上の展示室美術館、はい、で見ていこうというね、あのそんな展覧会、はい、次です、はいはい、これタラジャパン、それタラちゃん、これはね、海洋研究を美術と一緒に研究しているタラというチームがあって、そこと今一緒にですね、これ本当水戸吉っていうね、香川県の行政とも一緒になって、これきっとこれからちょっと力を入れてやっていこうと思ってます、はいはい、で、まあ、日比野さんに関わっているのはこういうことですが、はい、これ淡島の淡島芸術村、はいはい、アーティストレジデンスですね、はいはい、次どうぞ。で、ここからは、瀬戸芸にあの沢良木さんにアドバイザーになっていただいて、僕はあの視野が広くないので沢良木さんの視野で、うん、面白いものを選んでいただいて、カオスラウンジ、カオスラウンジね、はい、次どうぞ。でこれは、香料っていう、これもエブネっていうかね、昔瀬戸内の人たちは船の中で生活してる人たちが多かった、うん、そういうのと空き家を一緒にしてやったものですね、うん、はい、次がもうエブネそのもので、三味島でやったものです、はい。で次瀬戸内で重要なのは、この間約100年間、ハンセン病の隔離施設として、大島があって、いろんな人たちが、まあ、日本がその
本当は差別しなくてもいいのに薬の存在を隠してずっと1994年かまで隔離してたわけですが、そういうところの人たちの思い、あるいはその中で頑張ってきたこと、そういうことをやろうとした田島製造さんの作品とか、はい、最初から関わっている優しい美術ですね、このここのいる人たちの、いろいろな記憶のもので、それを土地と時間というのを合わせているわけです。はい、次ですね。でこれも沢木さんのご紹介の山川冬樹さんが、ここにいた人たちが戦争に行ってその後またどうしたっていう、まあ、大変なあの時間っていうのを表す作品とありますね。あと大島では去年鴻池智子さんがその記憶みたいなことをやってる、はい、それでその他あのお芝居をやるとか、あるいは次ですね、あのショックをやったりジオラマを作ったりはかなり頑張ってやってきたということがあります。はい、で次ですが、さっとこれから言いますね、来年の芸術祭です。はい、どんなこと、これが市原です。はい、でもうすでに作っちゃったのが、駅を小湊鉄道を中心にしてやろうとしている芸術祭なので、里山なんですね。はい、こういうのが残っている、あるいは古いお家にあったものを全部出してお見せすると、はい、とか、これアフリカの作家ですが、はい、でこれは台湾の作家ですね、まあ、こういう形で、市をだーっと、縦断しているところ、鉄道をメインにしながらいろいろなところで寄っていくという芸術祭を考えていました。はい、でこれは 鉄道を使うんですが、ちょっと今のところそのつもりでやってますが微妙ですね、来年の3月では。はい、でこれも、僕が関わってるのはその美術っていうのが中心になりますが、食べ物とかお芝居とかいろんなことが一緒になる、それを湖畔美術館のところでやろうとしているものは、これもちょっと今微妙ですね。はい、で次が北アルプスです。このポスターは稲川明さんが作っていて、水と土と木と空っていうのでテーマになってますが、はい、で自然がかなり出てくる、はい、こんなものとか、どうぞ、これ川又さんですね。はい、これ遠藤俊川さんで、水がボワーッと圧倒的な形で流れ落ちている。はい、でまあ食はいろんなところですごく頑張っているわけで、まあアートをやっているうちに僕はかなり食の方になってきた。それはやっぱり、これは今私たちはその育児とか料理とかものづくりとか、あるいは絵を描くとか、そういったつまり正しくじゃない日常的な行為っていうものがどうナチュラルなものかっていうのが片方にあって、これが今回のコロナでものすごい大切だとやっぱり思われてきたことですね。でもう一つ片方に宇宙とか地球とかそういった大きな自然っていうか、そういうのがある、そこをこうどうつなぐかっていうことなんじゃないかっていうのは、おとつい僕はお勉強で聞いていた中村恵子さんが話されていましたが、そういったようなことでその料理するっていうのは極めてナチュラルなものであるということが芸術祭の中で割とやられている、こういうことは、はい、いろんなところでやってます。はい、どうぞ。はいはい、どうぞ。はい、それで鈴ですが、これはいろんなことをやってるんですが、はいはい、これは漂流物を集めた前回の作品ですね。はいはいはい、それで、はい、で最後にちょっとお見せしたいのは、次どうぞ、これもどうぞ、これですけれども、つまり、
90歳80歳のお年寄りが一人で住んでられる。お子さんはもちろんどっかにおられるんですが、世代は変わってるんですが、家も今変わり始めている。で、家の中にものすごく大きなものがなくて、いろんなもの残されている。でもこのまんまだと朽ちていくし、どうしようもないっていうのを、町の人全員でそこを掃除に行って、もういいよっていうものをいただいてきて、そういった一種の博物館だけど、そこのものがプレイヤーになるっていうか、劇場になるような新しいやり方を町総出でこの間やっています。大蔵ざらいっていうことで、これがいろんな芸術祭やっている中で、特に今の時代すごく大切なことなんじゃないかなと思ってやってる。家の中にあるいろんなものを全部出して掃除してあげて、掃除してあげて、欲しいものがあったら持ってっていいよと、はいはい、そう、おばあちゃんたちは大切なものをわずかにして、もうどうしようもない。そうじゃなくて朽ちちゃうわけですね、ただ、はい、それであとを全部掃除して、必要なものを博物館的にプロが整理しながら、でも10同じものがあってもしょうがないわけじゃない、2つはちゃんと残すとか、それであとは少し加工していいんじゃないかとか、大島でもそうやってるわけですね。昔のそのいろんな人たちやったものを加工して表に出す、でその人たちを、人たちってものですが、プレイヤーにして表に出そうというやり方を今考えていて、この写真はちょうどあの家の中掃除してる時ですね。かなりいろんな人たちが参加してる、ちょうどそういう時期だったなんじゃないかということで、これは割とみんな大乗り気でやってますね。メルカリに出しちゃったりするわけ？いや、そうしないんですね、今のところただまあ、どうしてもちゃんと博物館的に残すのをプレイヤーにするという以外は、ものをプレイヤーにして、だいたいですね、テレビ局と映画局が買いに来るんですね、小道具で、ね、だからそういうふうにしようかなと思ってはい、はい、そんなことをやってますね、はい、じゃあ次、まあ、これが芸術祭ですが、これが準備が非常に大変で、日比野さんともこの後相談しなきゃと言ってたわけですが、そうですね、はいはい、ちょっと打ち合わせをしたいと思います、はい、来年ですね、はい、それで、キナーレっていうもともとが物産館だったところを少しずつ変えてきたんですが、今度は美術館にします。それでこんな作家が入る、はい、どうぞ。すでに美術館になっているスペースを主に使うんですが、かなりもうちょっとホワイトキューブっぽくやるっていうか、はい、はい、でこれはジオラマに映像をかけるわけですね、はい、はい、どうぞ。でこれは目ですね、はい、でこれもなんか物が動くんですね、はい、これ長さんか、はい、でまあこれは地元の物語ですね、はい、でカボコフが結構今回頑張って6点ぐらい出すという、それはなぜかっていうと、次お願いします、はい、キナーレのプールの部分ですが、どうぞ。で次のこれですが、これがかなり力入れてて、里山全体をそこで田んぼやり畑やり、バーベキューもやるというような形で里山を楽しむと。この辺の里山は全部雪崩が、土砂崩れがあって、そこが棚田になっているんですね。でそれをちゃんと体験できるようにしようということで、はい、やってますが、その中の、小屋っていうかセンターの部分でカボコフさんが作品をかなり出す、はい、はい、でそういうことをなぜやるかっていうと、カボコフさんは53、4歳までロシアの中で今と同じような、コロナではないけども政治的な意味で閉鎖的管理的な中で自分で発表何もできなかった。それが外国になんとなく回って外国で評価高くなって、だからカボフさんは50何歳まで全くパンデミックの中において表現を止められていた。で僕らは今この間6月15日から、いろいろなアーティストが、本来今年やる予定のアーティストたちが
どう生活して何を考えてたかっていうのを毎日投稿していただいてるんですね。それはかなり重要な記録だと思っていまして、で加護子さんは僕も昔こういう状態の中に長くいたと、それでこういう時こそ本当に考えて深く考えようというふうなことを非常に何て言うか希望を満ちて語ろうとしてる、でそういう意識がよく分かって、この間やっぱりアーティストの一つの在り方として加護子さんみたいなような形で考えていくのいいなと思っていまして、そういったことをやってます。前回は鴨の長明の北条記式で、やっぱりあの大変な中世の中で鴨の長明はどういうことを考えようとしたかをやったんですが、はい、こんなものが出てきますね、はいはい、それでこれがその里山です、はい、でそこでいろんなアーティストたちが、はい、関わってくるっていうことがある、はいはいはい、大体そんなとこですかね、はい、まあ以上でそんな準備をしてますが、初めの3ヶ月はどこも行けなかった、今は時間がある限りやっぱり地域集落をこの機会とばかりにお話ししていってます。でみんなそれぞれのところでコロナについての対応も全然違いますが、僕はこういうふうに していきたいと思うんだということを少しずつお話していく中でどうなるか、つまりやっぱり地域によって地域の自治体あるいはいろいろもうちょっと小単位の実質的なコミュニティでこのパンデミックに対して国が国の部分もあると思いますが、やっぱりどう対応するかっていうのはものすごい重要なような気がして、このアートを通してみんながどう考えるかと、割といい形でやっていければいいなと思って、動いているというのが現況ですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、もう本当あの、全国の、まあ、5つの大きな芸術祭、それが、まあ、今年やる予定が、まあ、来年になり、まあ、その中でもあのきっとこれから、まだまだ組み上げなくちゃいけないものもありますし、なのでなんかやっぱりアーティストたち、まあ、僕も参加させてもらってますけれども、やっぱりその時代とかその環境が、まあ、例えばコロナとか、まあ、こう過疎地とかっていういわゆるこう、まあ、美術館のホワイトキューブの中で安定したところで作品を作ればいいようなものがあえてホワイトキューブじゃない屋外に出る、じゃあ古民家に行く廃校になった小学校誰もいないけどそこから始めるっていう何かやっぱりそのある部分、まあ、マイナス要素というか、世の中的にはちょっとこう負の部分っていうものの中にあえてこうアーティストたちのはまあ言い方ははばらず言うと喜んで入っていく部分な、はい、そういうあのまあ性格もあると思うんですよね。そうですね、うん、あのやっぱ今までの中で負と言われていたこと、うん、つまり人間を全部足して割ってそうこれが人間だとか平均的な人間だっていうのと全く美術は違うことをやってきた、つまりいろんな人がみんな違うことを考えてるし、うん、そういう違う人が同時に生きてる凄さっていうか大変だけど、うん、これが美術の基本的な根拠ですね、うん、一人一人の整理が全部違うんだということがこんなに大切だと思われる時ない、うん、それでそのいろんな整理ある人間がいるんだっていうことはある角度から言うと効率が悪いわけですね、うんうん、その効率が悪いってマイナスっていうのは効率が悪いっていうことで言われてるだけであって、うん、僕はどれだけ豊かかわからない、うんうん、つまり77億が一つにであるよりは77億が77億であった方が豊かだと僕は思っているので、うんうんうん、そのマイナスだと思ってるわけじゃなくて本当は地方とかそういうあの病気の方とかお年寄りとかそういうところに僕はものすごくやっぱり私たち自身を豊かにするいろいろな可能性があって、そういう人たちと関わっていけるっていうのは美術のものすごい強みだと思っている、そういうことがやっぱり今回コロナの中でやっぱりそういう美術っていうのが問われてる部分が出てきたような気をちょっとしてますね、うんうん、はい、はい、ありがとうございました、はい、はい、山内さん、はい、はい、まあ、今のフラムさんの、いろいろ各地域での活動とか
あとそのまあアーティストの今のこう一人一人のまあ77億通りのまあ見方、まあ、違うからこそっていう話がこうあるので、まあ、リアスアークもですね、東日本大震災、気仙沼、東北、あのいろんな、まあ、今まだまだあの復興途上かと思いますけども、山内さん、あの今のフラムさんのお話を聞いて何かありましたら。はい、はい、まあ我々その、まあ、東北のこの三陸の沿岸部のまあ非常にこう地域としてはかなり狭いエリアで、まあ、生活してるわけですけれども、まあ特に今回津波を受けて実際に浸水しているそのまあ面積っていうんでしょうか、浸水エリアに色をつけてみると本当にアウトライン一本線分ぐらいしか実は浸水っていうのはしてないんですよね。ただその中でまああれだけの被害が出て、あれだけのたくさんの方がまあ亡くなるっていうような、まあそういったすごく狭いエリアの中で我々生活をしてるんですけれども、一方でそのまあリアス地形というその沿岸の海岸線の長さが、まあ、地図上で直線で引いてしまうと200キロぐらいの中に、総延長で行くと600キロぐらいの海岸線があって、まあ、そこで暮らしている人たちっていうのは、まあ、今でこそ陸路で人が交流していきますけども、まあ、元々はその海上交通で文化的交流であったりとか、まあ、いろんなことをしてきたわけですが、まあ、例えば気仙沼なんかの場合だと、いわゆる気仙沼の方言っていうものが、まあ、気仙語なんていう言い方しますけども、実は大阪の言葉と非常に近いものもあったりとか、まあ、やはり海から人がこう出入りすることで、まあ、地域文化がいろいろ作られてきた場所なわけですよね。で、まあ、北川さんのその越後妻有のその豪雪地帯の非常にこう限られたエリアですとか、まあ瀬戸内のその島の感じですとか、やはりその、いわゆるこう地方の、何か特別なこう方法を取らないとなかなか、人だったり物が行き来できないような環境の中にこうひっそりとこう蓄積されてきた文化みたいなものっていうのが、まあ、我々が暮らしているこの三陸にもたくさんあって、まあそういった部分で実を言うと、まあだいぶ前の話になりますけども、一度北川さんが三陸に来ていただいたことがあるっていうのは、はい、その三陸の方でもそういった文化とアートの何か接点の中で何かできないかっていうことを考えた方がいて、まあその時に私地元の美術館だからっていうことでちょっと手伝ってくれないかというお話があって、でまあ、その時にご一緒したっていうことだったんですが、まあ方法というか考え方っていうのは地域によってやっぱり相当やり方を変えないといけない、まあ、今石巻で震災の後で、まあ、あるアートフェスティバルみたいなことが継続されてますけども、やっぱりそれをじゃあ似たような宮城県の同じような環境だろうと言って気仙沼とかに持ってきてできるのかって言うとやっぱりできないこととか、まあそういった中で、それこそ今回日比野さんにちょっとお世話になっているプロジェクトもありますけども、なんかすごくこう小さいところから手をつけていかないと、まあ種まきっていうのはそんな簡単にいかないっていうか、私アサゴプロジェクトですごく象徴的だなと思ったのは、地域にその気候に種を慣れさせないと育たないっていう、その植物の特性。まあその、なんて言うんでしょう、歩み方と、その地域で、その、いわゆるアート的なことだったり、文化的なことをこう、ちょっと何か手を加えることで進化を早めるっていうか、それってやっぱりそんな簡単なことじゃないんだよなっていうのは、まあ特に今回我々震災で一気に街がさら地のようになってしまって、まあ一気にいろんなことを変えすぎているっていう状況の中では、やっぱり追いついていかないっていうこと、まあ、それがたくさんありますので、まあ、もしかすると、これから地域づくり、いわゆる復旧復興という、そのインフラ整備がある程度終わってきた段階からの、
まあ、これからの地域づくり、まちづくり、文化の再生再建、まあ、そういうところでこれまで皆さんがやってこられているさまざまな地方での活動っていうものが何かヒントになっていくんだろうなという、まあ、そんな感じはしていますし、まあ、改めて先ほどの北川さんのお話聞いてても、まあ、そういうことはあるんだろうなという感じでお話は伺ってました。はい、ありがとうございます。今山井さんがちらっと言っていただいたのは、さっきフラムさんのプレゼンの中にあったあざみひらっていうところで、2003年から大地の芸術祭でやってるあさって朝顔プロジェクトっていうのが気仙沼でもやってまして、まあ十日町で採れた新潟で採れた種を気仙沼に持ってくるんですけども、やっぱり緯度も違う気候も違うので、まあ最初は種が十日町のリズムで芽が出て咲き始めるんだけども、それがだん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 地元の気候に合わせて種がこう、変わっていくっていう、まあその本当一気に地元には馴染まない、前の記憶を持ったまんま移動しながら、年を重ねてだんだんその地に馴染んでいくみたいな、まあ本当植物からまあ学ぶところもたくさんあるなというまあプロジェクトなんですけども、山口さん、はい、やっぱりディアスアークの美術館でそのいろいろ東日本大震災の記録とか津波の災害の、展示をされて、いるかと思うんですけども、ついこの間ですね、芸大の学生がやっぱりまだまあ、震災以降東日本、まあ、東北地方にまだ、まあ、入ったことがない、行ったことがないっていう、まあ、若い人たちもまだまだたくさんたくさんいるわけで、で、まあ、もっと言えばじゃあその災害が起きた時2011年まだ小学生だったとか、なんとなくまだ そんなこと考えてなかったっていうような、いや東北に入り行こうなんてことを考えていなかった子たちが今、まあ、もう大学生になってるわけですよね。でそういう子たちがやっぱりなんかちょっと知りたいっていう時にやっぱりリアスアークの美術館に行くんですよ。でそしてこれから何か始めようかなっていうか、始めようかなっていうか、何か関わりたいなっていう、そういうまあアーティストのまあ卵というか子たちもたくさんいて、逆にその2011年災害が起こった時、例えばさっきのこのコロナもそうですけども、この一部のところでさっき布施さんという若いアーティストたちがやっぱコロナが起こると、このコロナの中でこそできることを何か発信しようっていうので、みんなオンラインでいろいろ発信し始める、まあ、そういう何だろう、アーティストの、反射神経みたいなものがあるんですけども、まあ、それが2011年の時もあった。けどもその、今またもうやっぱり10年経ちますから、今から始めるっていうまた20代前半の人たちもいるんですよね。でそういう人たちがやっぱりこの美術館っていうリアスアークのところで、学びに行くことをきっかけにして始める、まあ、アート活動っていうものもなんかこうあるんだなと、こう最近ちょっと僕も感じてるんですけども、なので、まあ、10年、まあ、一つのディケードがこう動いていくところで、また次のこうアートと東日本大震災との関わりっていうのがなんか生まれてくるような気はしてます、はい、こう訪れる子たち人たちってどんな人たちが、やはり若い人たちも多いんじゃないでしょうか、リアスアーク。そうですね、例えば、まあ、大学生、ってなってってくると、やはりその長期の休みの時ですとか、まあそういう時にはたくさん来ていただいているんですけれども、やはりまあ震災が発生した2011年で13年にまあうちの美術館は再開をしてるんですが、まあその当時は本当にボランティア活動の学生さんが、団体さんで来るっていうことが非常に多かったんですけども、まあそれがだいたい5年目ぐらいでひとしきり落ち着いて、で、まあ、そこからちょっと学生さんはだいぶ減ったんですよね。ただまあ最近去年あたり、来ていた方々っていうのはまあ
その災害系のことの意識で来る方っていう、まあそういう方ももちろんまだ多いんですが、まあアート系っていうんですかね、そういう形の方々っていうのが、割と SNS なんかにちょっとこう、書き込みをしていたりっていうのを、まあ、見たりするんですが、私、まあ自分でちょっと過去に書いた文章で、ガラパゴス化した美術館というような表現を、まあ、リアスアーク美術館に対して使ったことがあって、まあ、非常にちょっと地方の、まあ、バブル崩壊後の厳しい状況の中で、本当に身の丈に合わないぐらいの規模の美術館を、この気仙沼という町は維持管理をしてやってきたわけですけども、まあ、その中で本当に限られた厳しい予算と人員の中で、まあ、我々手作りで館を作ってきましたので、まあ、企画に関してもそうですし、いろんなその活動の仕方、まあ、それがそのものすごくなんて言うんでしょうか、生々しいというか、まあ、要するに我々学芸員がですね、手作りをしている部分が相当多いんですよ。で、いわゆる規制の形で作られているという雰囲気が、まあ、あまりない美術館なので、いわゆるもの作りに関わっているような、まあ、人たちが来るとやはり興奮はするんですよね。で、災害資料の展示にしてもアート系の方が見るとだいたいこれってインスタレーションですよねっていう言い方をされますし、まあ、私自身も元が、まあ、美術家でありそのものを作ってきた人間でもあるので、まあ、展示っていうのは一つの表現活動だと思ってもいますので、決してそのインスタレーションだって言われることをもちろん否定もしませんし、まあそういう中で館をずっと作ってきましたので、で、まあ最近ですね、それこそ震災からもう10年、で、あの当時まだ小学生だった子たちが大学生になって、まあ被災地でも行ってみようかっていう感じでも来てるかもしれませんし、まあそういう子たちから見ればですね、まあ開館して26、7年経つ美術館ではあるんですが、まあここに来ることになって初めてそのリアスアーク美術館というものを見たり知ったりするっていう世代なわけですよね。で、そういう若い子たちから見てもちょっとなんていうのか、その変な美術館だとは思うんですね。まあその中でこういろんなその震災の資料の展示ということが話題になってるから来てみたんだけれども、まあそれ以外の展示、例えばうちの場合は美術館なのに歴史民俗系の常設も持ってますし、まあもちろん美術の常設も持ってるし、あとは美術の特別展というのもそのタイミングによってはやってるわけですよね。まあそういうもの一つ一つを見て、まあちょっと地方の、なんて言うんでしょうか、非常に個性的なもの、そんなものがあるとは思わなかったという意味で、本当に新種発見みたいなノリで、震災後に随分扱われてきましたので、まあ震災前からうちずっとやってるんで、突然震災とともに生まれたわけではないんですが、まあそういった意味では、新鮮な、驚きを持ってきてくれる若い人っていうのは、まあ継続的にまだまだいますので、まあそういう人たちが、被災地であることと、あとはそのアーティスティックな感覚の中で、何か新しい表現のきっかけを掴んでもらえば、見つけてもらえばというのは、まあ、我々やはり美術館ですので、非常に常に考えることではありますね。はい、ありがとうございました。やはり僕も震災直後、リアス、気仙沼に行ったときにリアスアークお邪魔したとき、まだ、本当リアスアーク美術館自体がこう被災された人たち の、 避難場所になってた状態の時も拝見しました。で、その後また展示の時も拝見したんですけども、やはりこう美術館、その今山口さん言われたバブルの後にもうすごく特徴のある形態の建築物の美術館で、でもそれがまあ2011年境にしてなんかこう役割とかもこう随分こう変わってきているっていうのがなんかすごく、美術館
もやはり時代とともにというか、ましてそのリアスアークの立っているね、あの場所もそうですけども、その地形とか時代とかっていうので、見え方が変わってくる、まあ、そういうことを言えば本当こう、あの瀬戸芸とか第一の芸術祭と同じように、まあ、美術館という館ではあるけれども、なんかこう自然の中の一部のようなあの雰囲気を、まあ僕は印象としてはあのリアスアーク美術館には、はい、持ってたりしてます。はい、あの沢木さんが今度、はい、あのね、京都の方で、やる展覧会がまさにその、タイトルからして平成美術歌方と、瓦礫とかで デブリ、というタイトルで、まあ沢木さんはあの0年代とか、まあ、その時代をこういろいろこう10年とかでこう区切って、そのまあ一番最近のこう動きをこう一つの塊として、キュレーションされていく展覧会、いくつか やられてるんですけども、今度京都であのやられる展覧会、ちょっと今日画像も持ってきていただいているようなので、ちょっとプレゼンしていただきながら今日のテーマにまたつなげていっていただければと思うんですけども、はい、はい、あのじゃあかん、あの、まあ、もう本当展覧会始まる前の話なので、1月の、はい、23日からですもんね、はい、今この大してこう展示の材料なんかあるわけではないので、うん、まあ、これはあのその会場となるあの京都市京セラ美術館のホームページですけれども、あの、まあ、僕の今回の役割はあのキュレーターではなくて、あの企画監修っていう形であの企画をするところからあの、関わっています。で、これがその、まあ、チラシなんかに使われている、まあ、イメージで、松本玄斗さんがアートディレクション担当してくださってるんですけれども、あの要するに平成って言った時に、まあ、1989から西暦でいうと2019まで31のこう数字が並んでいて、もうこの30年間で、まあ、どういう美術 の切り口が可能かということを、まあ、サブタイトルにあります歌方とデブリと呼びますが、あの山内さん、瓦礫という言葉を使うな、被災物と言えということなので、あのこれは瓦礫、あえて瓦礫をデブリと読ませることで、例えばあの原発事故の溶け落ちた核燃料もあのデブリと呼ばれますが、まあ、被災物かというと、まあ、加害者性があるので、まあ、それはあの被災物と呼べるかどうかみたいな、そういう問いも含めてあえて瓦礫デブリと、まあ、呼んで、この歌方とデブリっていう言葉で、要するに何かがこう凝集してる形態ですね。一方泡だったり歌方だったらババブルってことで泡ですけども、デブリであったらこう固まってる状態というか、その何かあの物が集まったり固まったりするという側面から平成の美術を見たらどうなるのかっていうのがこのサブタイトルに現れてるんですね。で、その、まあ、その中でですね、具体的には14組の、それこそこう、集まる、まあ、2人以上のアーティスト、ないしアーティストに準ずる、あるいはアーティストではない人たちがこう集まって、まあ、いろんな活動をしてきた、その様をですね、14の、まあ、作家たちというか、呼び名自体が難しいんですけども、を集めてあの展覧会をしようという試みです。で、そもそもこういう展覧会を発想したきっかけとしては、まあ、日比野さんさっきちょっとおっしゃっていましたが、ここのところ、まあ、アートの切り取り方として、やっぱこう10年単位で切り取るっていうのが割とこう、もう、まあ、パターンというか、なっていて。で、最近だとあの、1980年代のこう、アートを切り取るっていう展覧会が、日本国内でもまあ、立て続けに開かれて。で、日比野さんなんかもう大活躍というか、方々からこう、声がかかって、あの、いろんな展示機会があったと思うんですけれども。まあ、そうすると今度は1990年代の美術っていう切り口も当然出てくるわけで、
でそれに類する展覧会も実際開かれるようになってきているけれども、僕は思ったのは、そもそもこう10年単位で文化を切り取るっていうこと自体にかなりの無理があるんじゃないかと思ったんですね。で90年代の次はじゃあ0年代なのかと、0年代の次はじゃあ10年代なのか、その次はじゃあ20年代なのか、でこういうふうに順序立てて、もう時間が進んでないんじゃないかなっていう、まあ、この10年単位の美術の切り取り方っていうのは、まあ90年代ぐらいまでは有効なのかもしれませんが、その後はどうなのかなっていうふうに思ったのが一つきっかけ で、それよりはまあ、グローバリズムのこう発想とは逆行するかもしれないけれども、30年っていう、こう平成のくくりの中で捉えるっていうことがあってもいいんじゃないかなということで、こういう発想に今なったんですね。で、これはもちろん令和にな、まあ、今のパンデミックになる前に企画したものなんですけれども、そうしてこう歌方的であれデブリ的であれ、こう人々が平成の世の中でまあ、いろんな災害やいろんなカタストロフにですね、バブル崩壊なども含めて、でその都度こう起点を聞かせていろんなことをこう知恵を出し合い、活動してきた形態が、まあ、一つにはこう芸術祭という形になったり、あるいは最近だとこうアーティストコレクティブって呼ばれたり、あるいはソーシャリーエンゲージドアートとか、まあ、呼ばれるわけで、今回もそういう活動やプロジェクトに近いものがかなり入っているわけなんですが、こういう令和の時代で活力になってきたアートの形態っていうのが、まあ今からこう振り返ると3密の状態をこう条件にしているっていう、いわゆるコロナ禍で避けなければいけないと言われる3密がむしろこう推進力になっていて、まあ密集の施設っていうんですかね。やっぱり人々がこう集まって、非常にこう近い場所でこう討論したり関係を切り結んで、プロジェクトない作品をこう持続していくっていうことが、やっぱり一つ推進力になっていたように思えて、それがこう令和の、まあ、三密を避けなければいけなくなった現在の中で、開放的に開かれるっていう形に結果的になっていて、でこれは当然予想もしてなかったことなんだけども、この展覧会を通じて考える一つの要素なのかなと、まあ、いうふうに思っています。であとはまあ、これ付け足しですけども、先ほども一月前の第一の芸術祭の話の中に、その北条記の鴨の長家の著名の北条記の話が出てきて、でこれ京都で開かれる展覧会ということもあり、やっぱり鴨の長明の北条記っていうのが日本の古典的な随想の中でやっぱり災害が多発した平安の末期から鎌倉の諸島、まあ、政権の中枢が移動したり大きな地震があったり疫病もあったり飢饉もあったりした時代の中で、密を回避して山中にモバイルハウスを作ったと、実際移動可能な小さな居寄りを立てて、そこにこもって、いわばリモート、世間からの距離を取って、心身黙祷するっていう事実だったわけだから、まあ、そのこととも合わせて、その距離ですね、世間との距離とか、人との距離とか、そういったものの視点をですね、この展覧会を通じて、考え合わすことができたらいいなというふうに思ってます。はい、歌方のっていうのは鴨の長明の歌方から来てたわけですね。そうですね、世の中がもう一時もこう移り、とどまることもなく、あらゆる富も栄誉も権威も時とともに流れ去ってしまう、そこに泡がこう歌方が現れては消えるっていうのが世界の、まあ、あり方なのだという観察から有名な冒頭があるわけですけども、そこに引っ掛けているわけですね。はい、そうですよね。10年単位というのは本当、90年代特にこう世紀末ラストディケイ
人っていうなんか最後の10年みたいなところから急になんかあの頃から10年っていう単位を急に言い始めて、この10年で随分変わるじゃないか、もうこのラストの10年で20世紀が終わる、21世紀がやってくるっていう、でプラスその、 9.11 あの同時多発テロが、起こりっていう、でそしてまあ90年代にはあの阪神淡路大震災、あその前ですね、阪神淡路大震災と地下鉄サリンが起こったりして、本当こう災害とか、もう民族紛争とかっていうものが、まあ、世紀末に起こりラストディケードっていう、でもまあ我々今本当改めてその30年っていう平成っていう、まあ 元号平成っていう30年っていうのをっていうくくりで見るとまた本当違う、そのまさにこのタイトルの歌方と、デブリっていうものが見えてくるという、沢木さんのこの感じ、そうですね、はい、やっぱりちょっと10年っていうのがですね、今こうやってパンデミックに生きていたり、このパンデミック仮に2、3年で収束したとしてもまた新たなるウイルスが登場する可能性っていうのは当然あるわけだから、このパンデミックの潜在的危機にさらされる時代っていうのはこれからもずっと続いていくことが予想できると思うんですね。で、それからもうすぐ東日本大震災から10年という節目を迎えるっていう声がまあ随所からこう聞こえてくる頃なんだけども、10年って何かこう総括できるようなことじゃないのですが、やっぱり10年ということがやっぱりこう声に上ってきたときに、何もそこでこう10年経ったからといって何かこう言えることがないっていうことにやっぱ気がつくわけなんですよ。で、やっぱり10年単位で物事がこう動いていくっていうのは、やっぱグローバリズム化以降、やっぱ時間が非常に加速化して、要するにそれは経済活動とか、人の動員とか、そういったことをこう短期集中的に行っていくことが必要になったので、おそらくその10年ぐらいの単位で物事が社会の本質が変化していくっていうモデルの方が、社会的合成があったからだと思うんですけども、10年ってあまりにもこう短すぎてですね、そこで何かこう何かが変わったのかっていうようなことがですね、言えない気がすごくするんですね。で、30年っていうのもそういう意味では非常に短いっていうのは短いんだけども、やっぱり人間がこう生まれて成長して30歳になるっていうのは10年っていうのと違ってある一定のこう幅があると思うんです。ですからその幅の中でこう文化芸術とかも考えると何か見えてきはしないか。で、少なくとも平成年間っていうのは昭和のようなこう戦争の光と影みたいな、そういうダイナミズムはなかったけれども、でもやっぱり冷戦が解体、冷戦が崩壊するし、グローバリズムが本格的にこう推進されるところから始まり、で、阪神淡路大震災のような想像もしなかったような災害が起こる、地下鉄サリン事件もある、海外でもその911同時多発テロのようなことがあり、そして今のパンデミックの前触れとも言うべき SARS や MERS の流行があって、そして東日本大震災もあり、対テロ戦争もあると、ひとときもこう休まる時のないような時代であって、で、そういうことで言うと今のパンデミックっていうのも地球規模だったら大変大きな出来事であることは間違いないんですが、まあ、我々は常にやはり何かしらがあったって危機にさらされていて、で、出来事の大小にかかわらず、その人に降りかかればもう大小も何もないわけですから、やっぱりその危機に常に直面してるんだと思うんですね。やっぱりその危機への直面というところから、我々のこう、想像力とか創発力っていうのが、引き出される場合っていうのは非常にあるように思えて、そういうことをこう、まあ、真剣にというか、10年単位でのものっていうんじゃ、90年代の美術だとかそういうんじゃなくて、そういう人間の根本的な心理というか、北川さんの話じゃないけど、こう地球の中でこう、どういう理由かこう生きている私っていうのがいて、その中から創発力っていうのが生まれてくるんだっていう、その根源性みたいなものに帰っていく必要があるんだと思うんですね。はい。そういう意味では、もう災害っていうのは一つキーワードというわけなんですが。はい。フラムさん、
ね、今あの佐々木さん の、はい、その平成の30年っていうのを、区切った展覧会を行うということで、そしてその前の、まあ、世紀末っていう時代があったりとか80年代っていう括りがあったりとかで、フラムさんはあの、まあ、芸大の学生だった頃、学生運動華やかしり頃に、まあ、本当東大安田講堂のもの、学生運動があり、この上野の東京芸大も、まあ、その動きの中でフラムさんは学生だった時代だったとお聞きしております、はい、でその時代からですね、まあ、今の佐々木さんの30年の平成の時代で、フラムさんの先ほどの活動、あのディレクションの活動で言えば、第一の芸術祭が始まったのが2000年、で瀬戸内国際芸術祭が始まったのが2010年っていう、その、まあ、地方の芸術祭っていうのが、まあ、始まった21世紀、まあ、そうなるべくしてなってったっていう、あのきっと時代背景がいろいろ政治的にも、環境問題とか人間のコミュニティのありようっていうので、さまざまなものが、絡んでいって始まったと思うんですけども、はい、ちょっとこの、佐々木さんの平成30年の前のちょっと大きな流れの中で、フラムさんはどのようにこの、まあ、アート、まあ、災害、まあ、学生運動も一つの大きな政治的な運動だったと思うんですけども、ちょっと、はい、お話ししていただけますか。あの、ちょっと美術ではなかなかうまい言い方をしている人がいないので、文学の方で、ちょっと申し上げますと、斉藤美奈子っていう文芸評論家の人が、最近書かれた本で、戦後のね、小説をこういろいろこうやっていく、それは10年代でやっているんですね、10年計で。ただそれをもうちょっと大きくやると、僕が文学で言って不得意な中で言うのは申し訳ないけども、おそらく美術も言い方変えれば似てると思いますが、私が東京に来たのは1965年です。で、そのくらい頃で言うと、その文学は一つはマルクシズム、一つは小林秀雄的世界というのの何かこう枠組みの中に全部あったのではないかということを斉藤美奈子さんっていう人は言っていて、そういうのに対して、そういう大きな枠組みに対していろいろやってきたと。例えば戦後でいうと、石原慎太郎、大江健三郎、開高健さんみたいな人たちがわっと出てきて、やっぱり文学が一番元気良かったですね。お金もなかったからみんな文学の方に入っていく。でその後、まあ残念ながら美術ではないんですが、僕の感じでは芝居が唐さんとか鈴木正とかそういう寺山さんとかが出てきて、わっと出てきてる中に、僕らの1970年ぐらいがあったような気がしています。で、まあ、そういったことで、そのつまり思想哲的な、割と真面目に社会に関わらなきゃいけないということと、思想哲的な非常にニュアンスを大切にする世界から、やっぱり僕らの世代にはやっぱり60年代の安保があって、それの継続があって出てきて、やっぱり街頭っていうのが出てくる。それはつまり日本の高度成長経済っていうのが、大きなビルがポンポンと立ち始めて、都市の風景が変わっていくときに街っていう意識が出てくる。でそれの典型的なのは安田講堂ですね。そういうふうな、つまり街っていう中のことになっていった。だからそういう意味では芸大でやってたのは非常にしょぼくて、この彫刻刀を封鎖するとかね、まあそういう町まで行かないわけ、上野の森の中の話をしてるわけですね。でまあそういうことがありました。でそんな中で、つまりそれからすごく出てきたのが、やっぱりこう何て言いますかね、ここがちょっといろいろな考え方の違うんですけど、
僕は一気にその時にやっぱり60年70年の安保で、日本はアメリカの本当に僕は稚児さんになってる、現在も僕はそうだと思っています。でそういうことの中でいろんな意味で極東の島国でいろんな意味で のやっぱり地理的歴史的な条件の中で日本をいろんなことを考えてきたっていうことをどうやるかって考えていけるチャンスがあったわけだけれども、その時に都市に出た瞬間にやっぱり何て言いますかね、世界的なやっぱり美術文学そういったのの影響をまた受けちゃって、それはだからそれ以前にマルキシズムでみんなガチガチになっちゃったと、同じような意味で1970年ぐらいから来てきたと思うんですね。でこれは沢木さんが、まあ、あとでいろいろな意味で沢木さんの整理を今日じゃなくてもいいけど伺いたいわけだけれども、まあ、そういうことになってて それが一つある。だけどその時に町に可能性があると思っていろいろみんな出てったり、町がいろんなことを生んでくれると思ったんだけど生まなくて、その町でのいろいろな意味での動きよりは先にやっぱり均質空間がバーッと世界中に立ち始めちゃった。つまり鉄骨でガラスのカーテンウォールやればこれはレストランでも、事務所でも住居にもなると、空調さえ入れればあらゆることに転換可能で、それは世界の都市の全部の光景になっていったわけですね。で、その均質空間の中での何かに対してのいろいろな意味での出てきてるけども、まあ、それが均質空間の中でのいろいろな流行だと思ってる。それを我々はまた受け継いできて、均質空間そのものをやっぱりちょっとどうかっていうことを考えるようなことが日本の中で起きてこなかった。で今回のコロナに関しても言えば、僕はやっぱりコロナを生命とは言うかどうかは別にして、やっぱり何かの動きなわけで、これはもう完全にまあすごく短絡して言えば、人間が作ってきた無菌菌室空間にコロナはついに居場所を見つけて入ってきたと僕は思ってるわけですね。つまり我々は本当に泥遊びをしないし、土がついたウドを食べないし、でこれはもう完全に無菌状態の中で我々は狙われやすいようにグローバル化してきたっていうことがあると思ってるわけですね。でそういうことのもう非常にもうちょっとこうスパンの小さいことで、やっぱり我々はやっぱりこうなんていうかな、もっとこう太平洋あるいはフィリピン日本プレートがどうなってて、そこに土壌がどうなってて、季節風がどう吹いてっていうかね、そういうことの中でできていった自然といろいろな人間との関係と、さっき一番最初に申し上げた日常的な本能としてのこう自然との関わり会の中でものを考えればよかったんだけど、その間にあるいろいろな意味での切り方みたいな、まあ、学問って言ってもいいですね。そういうことでいろんなことをこう理解しようとして、美術もなんかエネルギーを全然失ってきたんだというふうに思っています。それで最初のご質問に戻ると、もちろん10年という感じではちょっとやっていってないし、あともうちょっと最近の本で言うと、大鎌子さんがまあ以前書いた菅原道真っていう本を文庫で今出されてる、もちろん亡くなられた方ですけど、これはすごくて、やっぱり中国唐の中国の文明が入ってきた時、日本語に変えていくやり方があるわけです。それがやっぱりこう明治維新になってこういろんなことが入ってきた時、どういうふうにそれを考えるか、美術も、まあ、これはまさに明治で出てきた日本の美術需要のやり方の典型ですよね。この部屋は、まずちゃんとミロのヴィーナスを描かなきゃいけない、で石膏を見て感動して描けるわけないじゃないかって言って僕は怒られたわけですね。あ、ここで怒られた。その辺にある石膏があるんだけれども、石膏で感動できるかと。そう、それでうまい下手なんて言われたって困るよっていう話がそもそもなんだけど、これが明治以来のあって、それでその後ね、やっぱり1960年代70年代に
ぱりいろいろなことの外国のいろいろなことが出てきてる、うん、それはでも全部が僕から言わせれば均質空間で世界は民主的であって、うん、機械均等であって同じ空間の中で、まあ、美術館ですよね、ホワイトキューブがその対応なんだけど、そういうことでやれるはずで、そこに全部の希望があるって言われた時にそうじゃないんじゃないかっていうふうにいかなかったね。要するに街に出て終わりになっちゃったところがあって、そこからでも長い意味で言えば今もうちょっと違うような動きに入っているのかもしれないっていうか、だから僕から言えばやっぱりその佐々木さんが言われた平成っていう切り方で大体は理解、月賞の展覧会すごい期待してんだけど、でまあその前も含めて戦後やっぱりこれは67、まあそういう意味で言えば戦後の途中から高度成長経済が始まってきた後の高度成長経済以降の流れとしてその歌方とデブリっていうのはあるのかなというふうには思いますね、はい、なるほど。学生こう、まあおもまあ、街に出た街灯がある、はい、で同時にそこに均質空間が、はい、世界中にでき始めた、はい、で均質空間できたことによってきっと、まあ、僕も思い当たるけれども、はい、いろんなもうニューヨークの出来事もコピーして、はい、東京でもできる、はい、もうパリでもできる、はい、っていう、まあ、その、この、沢木さんの言葉で言えば、はい、それが、まあ、いわゆるこう、まあ、バブルであったり、はい、その中で歌方が始まるわけですけども、はい、でもそこに住むいた人間が逆にこう弱体化していき、はい、で、まあ、その均質空間もやはりこう地球 の, 地高あの変動とともに、まあ、地震が起こったりして、はい、脆かったりとか、であとこう人間的に言えばその均質空間の中にこう無菌状態でいることによって抵抗力がなくなり、はい、まあコロナに、まあコロナとまあいろいろこれからもいろんなまたそれ以上の細菌が出てくるかもしれないですけども、はい、っていうところで今度はこう、はい、まあ瓦礫的なものになっていくっていう、はい、そうですね。だから横尾さんとかね、寺山修司さんとか、うん、唐さんとかはもう最後の最後って言っちゃ変だけど、うん、やっぱりその町にまだ可能性があると思って町に出ようっていうね、町に出ようって言っていろいろな新宿の界隈の写真を撮られたりしてるわけですが、うんはい、その町に出るっていうこうまあフランスではカルチェラタンだったりいろいろするんだけど、それが70年にかけて完全にやられこう落ちていって、その時にやっぱり本当は希望であった均質空間っていうのが全くただの実験場になっちゃったっていうかね、そういうふうなことのものすごく大きな流れの中に、それはだから産業とも全部密室になってるし、安く作れるとかそういうふうなこともあるし、どこでも分業ができるっていうことでもあるし、そういったのに完璧に美術がやられたと思いますね、うん、均質空間の中で、うんうん、というのが今の現況だというふうに僕はなんとなく1990年ぐらいから思い始めたんですけどね、うんうん、でその均質空間からの、まあ、反逆脱出、まあっていうことで大地の芸術祭とかっていう、いやそんな恐れたことじゃなくて、でも世の中的にはあれですよね、こういわゆる美術館じゃなくてホワイトキューブじゃなくて、その大地の芸術祭っていうなんか その大きなこう、まあフラムさんの中ではそんな簡単なことじゃないっていうのかもしれないですけども、いやまあそうかもよ、はい、それで、うん、だからね、都市だってみんな街に出てって僕もやってるし、やっぱりものすごいいろいろなことあると思うんだけど、ただあまりにも都市はやっぱりその権力、政治的な権力とお金によってもう全部こう動く羽目になっちゃってて、うん、まあ1960年にあった都市のいろんないかがわしさとか面白さとかいうのはなくなっちゃって、そういうまだ余地があって動けるのっていうのは大地の芸術祭みたいなところだと思って、だから大地の芸術祭の大きなテーマは離散ですよ。つまりいろんな場所でやるっていうかね、うんうん、その大地の芸術祭の土地の中でも一箇所でやらないっていうことがすごく大きな意味で、だからそのつまり
集中っていうのはやばいわけですよ、うん、禁止空間での集中ですから、うん、それだったらやっぱりもうちょっと違う方が、うん、やっぱいろいろな意味での余地があるはずだと思って、うん、僕はだから田舎っていうのとかそういう社会中心じゃない方に大きなこう可能性と豊かさを今本当に持ってるんですね、うん、はい。話がちょっとフラムさんの話してるとなんかいろいろ話をまたまた聞きたくなっちゃうし、はい、話したくなっちゃうので山内さん、はいはい、あの以前フラムさんと、ね、東北の方でもなんかできないだろうかっていうことでお会いして話したことがあるって先ほどおっしゃってましたけども、それはおそらくで山内さんも僕も外れたんだよね、はい、その動きから。あ、そんな2人ともこれまずいと思ったんじゃないかなと思ってるんですよ。きっと何も話してないけどね。はい、山内さん、あの、はい、今のね、こう街に出て、でそしてまあ今アートの大きな、まあ、佐々木さんの話からちょっともっとこう幅広げて60年代からの流れのこうちょっと楽しい面白い話になってましたけども、山内さん的にまあその中でまあ災害があったり、その先ほど のリアス美術館、リアスアーク美術館のね建物としての、こうとてもまあバブル的なってさっきあのおっしゃってましたけども、そしてまた今ですね、改めて、まあ、どんなあの 美術館、そしてあの、まあ、作家でもある山内さんのアート活動を含めて、はい、ちょっとご感想をご意見いただければ。そうですね、まあ、今のというか、まあ、今日のいろんなお話の中で、まあ都市のお話とか、まあ、戦後のその変化っていうこと、まあ、これは今日この上野っていう、まあ、場所性が一つあって、まあ、一方で私がいるこの東北の、まあ、海沿いの、まあ、非常に小さい町があって、まあ、この関係性っていうのはそもそも非常に大きく違うというか、まあ、私今日ちょっとこの上野っていうことの中で一つ、思い出していたというか感じていたことがあるんですが、多分ですね、東京近辺の方にとって上野っていうのは上野なんだと思うんですね。ただ我々東北の人間にとって上野っていうのは東京なんですよ。で、私が物心ついた時は、それこそ上野発の夜行列車というフレーズがありますけれども、まあ東京の玄関っていうのは我々にとっては上野なわけですよね。で、我々から見た上野っていうのは完全にそれは特殊な、別世界だったし、まあ東北新幹線が開通した時も最初は上野で止まっていましたし、なんて言うんでしょう。やっぱり認識が相当違うというか。で、まあ、我々その戦後の、いわゆる戦後復興にも、からもあぶれ、バブル経済からもあぶれ、そして、まあ、高度経済成長政策からもなんとなくあぶれ、なんかその世代を頑張った、先輩方はですね、すべてにおいてなんかこうやり残してきたような、感覚を持っていらっしゃるのかなと思って見てます。で、それがですね、今回の震災の、いわゆる復旧復興事業という中で、最後のチャンスみたいな感覚で、そこにこう全てをかけてくる人たちっていうのが、割と高齢の方が多いんですよ。で、若い人たちはどちらかというと、その2000年以降の街づくりの感覚の人たちっていうのは、いかにその地方の個性を守るか、いかに地方の個性を伸ばすか、まあそのよそから無理くり水を引っ張ってくるようなやり方ではなくて、自分たちの足元の澄んだ水をもう一回掘り出して、地下水脈を探すような、まあそういう活動を、どちらかというと大事にしてきました。だから場所性の再確認というか、そこじゃなきゃダメなんだっていうことを一つのこう、地方の、まあ、命綱にしようと思っていたわけですよね。で、そうやってやってきたし、まあこの震災が発生してからの、様々な活動も、やっぱり皆さんそうやっていかにして、自分たちがそこに生きているということを世の中に伝えていくのかっていうのを頑張ってきたはずなんですね。だからこそ、オラホの町に来てほしいと。震災だからじゃなくて、この魅力的な町に
きっかけは震災でもいいからこれからこの町に関わってほしいっていうそのイメージがですね、やっぱり今回のこのコロナ禍ということによってその人が劇的に来なくなりましたので、で今もこうやってリモートで活動してるわけですが、まあ私なんかやっぱりその逆の場所性っていうことでいかにここに人を連れてくればいいのかっていうことの中で街づくりと関わってきたので、やっぱり戸惑いは結構ありました最初は。ただ今決定的に思うのはですね、ちょっと食わず嫌いだったかなと思ってます。どんな形であれ、人がこう外の世界と関わりながら関係性を作っていくことっていうのはもっともっといろんな方法があったはずなんだよなっていうことは、まあ、私はこのリモートって今こうやって平然とやってますけど、これは我々子供の頃に見た SF アニメの中のテレビ電話の世界じゃないですか。こんなことが実現するっていうこと、実はもっともっと早い段階から実現していたのに意外と使ってなかったっていうこと、まあ、それがこのコロナ禍っていうことで新たに実を言うと一つ使えるツールが増えたんじゃないかなっていう感じもするんですね。だからまあ私は人が非常に呼んでくることが難しい地方でまあ美術館博物館やってるわけですが、今考えているのはもう逆に無理に来なくてもいい、行かなくても楽しかったり行かなくてもためになるような形っていうのをこちらから作っていかなきゃいけないなと、まあ、極論すると、まあ、YouTuber 美術館みたいな極論なんですが、まあ、自分たちからどんどんこう世界にそういうものを発信していく形の中で、まあ、別な形の交流っていうのを生み出していかないといけないのかなって最近は思ってますね。 YouTuber 極論すればですけれども YouTuber デビュー我々もう動画を作る、まあ、機材をすでに、コロナ禍が起こる前からですね、はい、実は去年あたりからそれを考え始めてまして、どうしても人が来ないんですね。徐々に震災からの時間の経過とともに人が減ってます。ただ、国際化したのは確かです。あれをきっかけに。で、人がなかなか簡単に来れないとなれば、まあ、我々の方からどうやって、世界と繋がっていくか考えないといけないなと。まあ、その時に、せっかくそうやって無料で使えるコンテンツがたくさんありますので、まあ、自分たちで新たな表現の活動として、動画制作みたいなものを通して、この地域とか、アートとか、博物館というようなものとか、まあ、教育というようなことをみんなでこう共有していく、新しい何かフィールドとして活用しない手はないなというふうに、思ってます。はい、ありがとうございました。はい、ね、山井さんが YouTuber になってきっとすごい、フォロワー数になってきっとその後にまた実際にじゃあちょっと行ってみようかな気仙沼にっていう人たちも、まあ、増えてくる、まあ、その両方がきっと相乗効果になっていくのがきっとリアスアークのなんかこう目指しているところなのかなとも、はい、思いました。はい、実は議会等でこういうことをもう議会で言っちゃってますので、もう市議会で後戻りはできないんですよ。あ、はい、我々は YouTube をやっていくしかないんですね。あ、そう、やっていくしかない。まあ、はいはい、じゃあ今日改めてここの上野イエスホームアンドアウェイでも公言したということで。そうですね、はい、どんどんこうやって、はい、周りから自分を追い込んで自分を追い込んで、はい、やっていこうかなと、はい、じゃあ、はい、楽しみにしております。はい、さあ荒木さん、はい、はい、先ほどのフラムさんの話、そして今の、ね、気仙沼イリアスアークは、まあ、これから、まあ、そういう仮想というか YouTube 上での発信もしていきみたいな、また違うこう、まあ、フラムさんさっきね箱っていう話もありましたし、今また、山口さんの中では一つの YouTube っていう、まあ、一つのまあ基地みたいな、まあ、いろいろこう表現する場、まあ、今日は新たな空間、というキーワードがあるんですけども、フラム、私の均質空間という言葉が出てきていて、
でやっぱりそれもまあ、高度経済成長っていうようなことがそれを生み出したっていうのが、まあ、一般的な考え方だけども、だけどやっぱり僕は災害、日本列島である限りは災害ってことを常に念頭に置かなければ歴史も語れないっていうふうに思っていて、で実際なぜ日本の都市でこう一極集中や均質都市の均質化が可能だったのかっていうと、やっぱりそれは戦後とほぼこう巨大な大震災ですねが起きなかった期間がほぼ重なっていて、でまあ阪神淡路大震災の起きた1995年ってちょうど戦後50年の年だったわけだけども、その前にこう遡っていくと、もちろんまあ新潟地震とかそれありましたが、その震度7に該当する地震というのは1948年の福井地震まで遡るんですね。福井地震は震度7ではないけども、この時にまあ7っていうのができて、最初に適用されたのが阪神淡路だったわけですから、まあ、たまたまなんでしょうが、戦後と言われる時間のですね、大半が大震災を経験せずにですね、均質空間を構築することが、あるいはだから経済、高度経済成長も可能だったのかもしれないし、高度消費社会の到来もすんなり訪れたのかもしれませんが、そういう地質学的、災害史的な観点というのを取り込まないと、文化史や芸術史だけの国、こう枠組みではやっぱり見えないものが多すぎるなと思うんですね。で、そういう災害史的な時間軸っていうのはどうしてもスケールが非常に大きくなるわけですが、だけどある程度そういうふうな見方を取り入れていく必要があって、ところがグローバリズム以降は我々が文化芸術を捉える尺度っていうのはどんどん短期決済になって、まあ、企業の会計なんかもどんどん短期になっていましたが、同じように短期決済になっていったわけですから、まあ、それはむしろ継続性、持続性、災害を前提とするパンデミックも念頭に置いた継続持続性っていうのをあらかじめ考えて、その時間単位はやっぱ数十年単位なんですよ。数十年単位のこう芸術のモデルっていうのを考えていく必要があるなというふうに考えます。で、これもパンデミックの前に企画して実行開催が始まった展覧会で、Don't Follow the Wind という、まあ、国際美術展があって、で、企画したのはチンポムというやっぱアーティスト集団で、で、私はそれに実行委員として加わって、今運営をしてるんですが、まあ、2015年に始まって、この国際現代美術展には、まあ、アイ・ウェイウェイをはじめ12組のアーティスト、ないしアーティストグループが参加してるんですが、場所が福島県の浜通りにある帰還困難区域なんですね。で、これがそのウェブサイトなんですが、まあ真っ白で何もなくて、で、右の上の方、左の上の方に2015と2020と書いてあります。で、これは2015から始まったからなんですが、帰還困難区域の中で作品が設置されているので、これバリケードで封鎖されてますから、見に行くことができない展覧会として始まったんですね。で、これは美術館だったり、芸術祭会場だったりはしないので、オープンしてる時間というのはないんです。例えば朝9時から、19時まで空いてるとか、そういうことはなくて、開きっぱなしなんですね。2015年の3月11日に始まって、ずっと継続中です。で、最初に大きな変化が起きたのが2020年、今年なんです。ってことなんですね。で、それはどういうことかというと、帰還困難区域のバリケード封鎖が解けて、誰もがそこに行けるようになった。その土地にたまたま作品が設置されてあったら、公開になるっていうことだからなんですね。で、初めて、今年、我々が作品を設置していた帰還困難区域の中の一部バリケード封鎖が解けて、帰還困難区域のまま、一般の方たち、人の入場が可能になる会場が出てきました。で、そのことについてのコメントを2020年にして発表したっていうのが二つ目の数字で、今もう時間ないのでこれ再生はしませんが、関心ある人はこの Don't Follow the Wind 風を追うなってことですが、のウェブサイトに行ってこの数字をクリックしてもらうと、その5年で起こった一つだけの変化っていうのを鑑賞、まあリモートですけど、会場に行けませんから、
鑑賞することができるというふうな形なんですね。で、今思うとくしくもこれは世界中見、今や世界中こう見に行くことのできない展覧会だらけになって、リモートだらけになって、ある意味これは非常に特殊な事例だったんだけども、それが世界化したということの、まあ、一つの事例なのかなと思ってますし、それからこの展覧会は最終的にその帰還困難区域が、まあ、全て解除される。まあ、帰還困難区域のバリケード封鎖解除されて、作品が設置されているベニューが全て一般の人がアクセス可能になったところで終わるんですね。で、それはいつのことなのかっていうのは我々実行委員会にもわからないし、それが10年、これから10年先なのか、20年先なのか、30年先なのかもわからないんです。だけどそのぐらいの時間軸を前提にして組み立てないと成り立たないプロジェクトなので、やっぱり時間の単位としては全然短期決済型の文化芸術っていうのと全く違うんですね。で、その間想像力をずっと持続しなければいけないとか、いろんなハードルはあるんですけれども、まあ、その展覧会の意義が、まあ、くしくもコロナ禍の、見に行くことのできない展覧会って今は、まあ、美術館開いてますけども、一時はこう見に行くことができない、展示はされてるけど入場できないっていう展覧会が非常に多かったし、これからもそうなる可能性もありますよね。そういうことの予想もしない先駆けになっていたというのが、まあ、今ちょっと思い返すといろいろ考えるところある部分ですね。はい。Don't follow the window。ね、全てがみんなが見れるようになった時に終わるというその、コンセプト。逆に今、ね、本当見に行けないできない、まあ、今日の一部もそう、演劇でチェルフィッチの岡田さんなんかとも、ね、こう演劇ができない状況の話でテーマで話してましたけども、うん、ちょっと時間がだんだん迫ってきましたが、北川フラムさん、はい、沢木さんの今のね、見に行けない展覧会の Don't Follow the Wind の話とか、はい、まあ、最初に話していただいたまた来年芸術祭が、まあ、予定はこうしているものがいくつかあるということで、はい、まあ、平成、まあ、そして今も令和2年来年令和3年、まだまだコロナそして災害も、まあ、必ずや何かあるだろうと、うん、まあ、そんな中でこう、まあ、でもなんかアートの、まあ、力強さというか、アート、まあ、どんなものが起ころうがアーティストたちがいろんなこうそれに対して反射をして、未来に対してとか過去に対していろんな意見を言うっていう立場かと思うんですけども、はい、今日ちょっとじゃあ最後にフラムさん、はいはい、今沢木さんが言ったのもあると思って本当に驚いて聞いてたんだけれども、まあ、今日少しいろいろお話しされてきてることとかを含めてやって、でもアートと言われること、あるいはアーティストたちがいろんなところに本当にかなり果敢に関わっているという現況はありますね。で、これはやっぱり僕は相当面白いっていうかいいなというふうに思っている。で、場合によっては本当にデコレーションとしてのなんかアート以外は生きてなくてもいいぐらいの時代のなんか方向もあるのにかかわらず、思想的っていうかね、そういうアートがまだそれはいろんなところに何か頑張ろうとして人が、まあ、チンポもそうだけれどもいて、それはすごく僕はいろんな可能性があると思っていて嬉しいですけどね。はい、はいはい、ありがとうございました。では、沢木さん何か言い伝えたいこととか、あと逆にフラムさんとちょっとこんなこと最後に聞きたいとかいましたら、残り数分ですけども、はい、いや、言い伝えっていうのが、ね、いいですね。こう言い伝えるっていうのはね伝承性っていうのはどうしても時間がなくなるとやっぱ世代交代とか、やっぱりこう役割分担とかじゃなくて、こう伝承性っていうことがやっぱすごく重要になってくると思うので、まあ、本来芸術祭っていうのはそういうものだと思いますし、
大地や瀬戸芸っていうのはまあトリエンナル形式であるけども常にこう継続持続っていうのがあるから、やっぱりその継続の期間の方がパンデミック期間よりも長くなればいいんだと思うんですよね。その芸術祭の継続期間の中にパンデミック期が、ああいうパンデミックもこういうパンデミックもあったらって、まあ極端な言い方をするとですね、そのぐらいやっぱり長い時間軸の中で我々の伝承性っていうのは実際培われてきたわけだし、そういう中でやっぱり芸術を捉えていくっていうのが重要なのかなと思います。あと山内さんがさっきおっしゃってたことで僕もちょっとはと思ったのは、上野駅っていうのはやっぱり東京の人間にとってはやっぱりいろいろこう美術館があったり博物館があったり、まあ大学があったり、あるいは明治の近代の始まりの博覧会モデルみたいなものがそのまま文化財として残ってる場所っていうイメージが強いけれども、やっぱり先ほどのドーンとフォローザーウィンドーなどを通じて、あるいは山内さんの交流なども通じて、東北っていうことを矢をなしに考えることになったときに、やっぱ常磐線の、まあ、出入り口というかですね、終着点でもあり、玄関でもあるっていうのが、やっぱすごく意識に上っていて、まあ、繰り返し常磐線乗って福島に行って、東海村の原子力産業を見ながら、そして岩木湯本に僕一時期常宿を取ってましたので、実はすごい炭鉱の町であって、その先に東京電力の福島原子力発電所があるっていう、こうエネルギー供給ラインであった。で、そこに労働者たちが、東京に働く地を求めてやってきたりするって、そういうエネルギーラインの、まあ一つのこう、受け入れ先であり、まあ玄関でもあるというか、そこが上野という得意な場所なんだなっていうことは、まあこういう活動する中で改めて感じているところですね。はい。ありがとうございました。最後に佐原木さんからね、上野に対するいろいろアドバイスも、はい、上野イエス、いただきました。はい、一言言うと、はい、全く違う話をすると、上野って上田秀手とかいう時代小説家のこう説明によれば、家康の怨念がこう一番こもってるっていうところでもあるんだよね。うん、でそれはやっぱりかなり生きてるかもしれない。はい。ね、はい、こう、まあね、徳川家の、菩提寺であるね、はいはい、のところの上野公園のところで。これ、はい、上野の今左の上に出てるこうトレードマークというか、上野イエスっていうのは日比野さんのデザインというか、あれドローイングですよね。はいはい、私のドローイングです。はい、これがね、やっぱりノーとイエスが入ってるっていうのがいいですね。はい。お気づきいただきました。ありがとうございます。イエスだけではないっていう部分もね。そうですよ。で、はい、そのアンビバレントな上野のあり方っていうのが、さりげなく表されてるのかなとちょっと思ったんですけども。はい。ありがとうございます。その通りです。上野イエス。はい。まあ、ノーもあってイエスもあってっていう、まあ、上野が、まあ、本当いろいろ、まあ、文化施設もたくさんあるんですけども、いろんな多様な人たち、山内さんがねさっき上野は、まあ、遠くの人たちにとって東京の入り口であるっていう、まあ、そういう交通的なものもあるし、本当、子どもたちから高齢者から、まあ、最近ちょっと少なくなりましたけど、インバウンドの海外の人たちもと上野に来て過ごす、上野はいろんな人たちをこう迎え入れてくれる、まあ、そんな土地だなっていうのをこうアピールしていこうという、上野イエスっていう、まあ、多様性の社会を発信していく拠点にしていこうっていうのが、このタイトル、そして上野文化の森がここ数年行っているプログラムになります。はい、最後はちょっとタイトルまで取っていただきましてありがとうございます。はい、さすがキュレーター、はい、いやキュレーターじゃないですよ、監修者、はい、でも本当京セラ美術館のものも楽しみですね、その歌方と、いや、まあ、今コロナ感染のね、どんどん出てるので、うん、全く予断を許さないわけなので、まあ、そういう渦中でどういう展覧会ができるか、今いろいろ知恵を出し合っているところです。はい、はい、楽しみにしております。はい、
では山内さん、佐々木さん、北川二子さん、今日はどうも第2回ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、2部、最後はいろいろね、本当60年代、からそして、ね、昭和、平成、令和、60年代そして、20世紀から21世紀という、まあ、その大きな流れの中での話をさらぎさんの、京都での、展覧会のね監修されているキーワード、そして北川フラムさんの、芸術祭、そしてちょっと学生の頃のお話、ここの石膏像、石膏で感動ができるかと言って先生に叱られたという初めて聞きました。まあ、それがね、なんか同じものをこう同時多発にいろいろできてくるっていう、まあ、均一された空間の中にできてくるっていう、まあ、でもこの、まあ、改めてフラムさんがさっき言われて、こう石膏、こうね、大石膏造室なんですよね。まあ、元々は全部これ大理石なんだけど、それを型取りして石膏であるその部屋なんですけども、まあ、言われてもこれも大量に、まあ、大量じゃないですけども、まあ、コピー複製なんですけどもね、まあ、そういうものを教材にしていた時代があるし、まあ、未だにここに芸大上野に残っているという、まあ、いろいろなことがまたこの空間からも、いろいろ考察できるかなと思いました。今日フランスの途中でね、文学で例える話もいくつかありましたし、また本当さらぎさんとか、まあ、入れてですね、なんかこうアートをまたいろいろこう、分析したりしていくと、ね、今回この上野イエスに登場してきていただいた方々も皆さんの意見を踏まえると、本当なんかアートの、ヒストリーが見えてくるかと思います。一部二部続けて見ていただいた方どうもありがとうございました。明日はですね、ちょっと時間早くなります。日曜日のスタート最終日になりますけど、上野イエスホームアンドアウェイ、明日は13時、午後1時からのスタートになります。出演はですね、明日も本当上野の本丸です。本丸の上野美術館、博物館たくさんありますけれども、そこのそれぞれの館長さんたちに、登場していただいて、じっくりと、上野を語っていただこうと、思っております。国立東京国立博物館の、善谷正美館長、そして国立西洋美術館の馬淵明子館長、そして国立科学博物館の林、義弘、さんを、お招きして、そしてですね、もう一方、この上野文化の森の最初の、まあ、提唱、者、であります、文化庁長官宮田良平さんにはビデオで、登場していただく予定です。そして文化の森の清水康弘先生にも、芸大の先生もやられてるんですけども、上野文化の森の、清水さんにも来ていただいて、お送りしたいと思います。ぜひ明日は午後1時から最終日になりますので、お時間ありましたらご覧ください。そうですね、明日のゲストはですね、第1部、今のが第、2部ですね、あれ第2部ですね、はい。で第1部はですね、出演はこの、谷中の、上野谷中の、のビデオでも出ていただいてた、小室さんと、そして平野さんに来ていただいて、上野谷中の映像のちょっとこうよもやいろんなエピソードなどをお伺いしながら、この土地の魅力を一緒に話していきたいと思います。はい、はい、フラムさんありがとうございました。はい、どうも、はい、ぜひぜひ、じゃあ石膏像を見てこんなもので感動できるかと、はいはい、言って、はい、言ってください。ありがとうございました。はい、それではこれで失礼します。